今日は、ソウルブレーダー第14回目ですね。やっていきます。次、マルグリット城だったんですが、前回ね、あの後、ちょっとまだ放送の後に触ってた時に、ね、とあるものを見つけたんで、はしなかったんだけど、もうね、少年の、はい、ワーコーツ、寒さにいらっしゃい。この少年の、まあ、宝物みたいなね。ね。ピーピーピー、絶叫えるけどゲームオンかな？ミュートにすると消えるから、ウミナッツさんの放送から聞こえてるのだと思う。聞こえるかな？今ちょっと設定いじったんだけど。聞こえる？聞こえない？聞こえるね。でも気になる程度で。ああ、なーんの音でしょうね。いいだよね。なんの音だそれ一体。ちょっと一旦配信切って立ち上げ直しましたかね。変わんないんかな。ないね。変わらない。ゲームかも。わら。ちょっとゲーム音消そうか。消しました。実は前から気になってたね。ああ、そうなのね。何の音かな。よりはっきりとしたね。今も聞こえた。ね、ちょっとね、待ってね。あれ、今これ入ってるね。ちょっと待って。聞こえなくなった。今どうですかね。今設定を直したんですけど。オッケーかな。大丈夫。声聞こえてるよね。まさか普通の放送で。オッケーかと思う。はい。じゃあとりあえず声でやりますね。まさか普通の放送で鉄道枠すると思わなかった。これね。あれ？この辺で見つけたんだが。小さくして履歴書続き書いてくる。あれ取れんくなってる。あれ取ってないよね。今回取ってセーブしたっけ？してないよね。数日前だから忘れてんのか。あれ？おかしいな。私は一体どうやって取ったんだろう。取れた。条件に達してない。どうだったかな。取れたーと思って。あ、これだ！こうやって撮ったんだ。そうそうそう。そうだよ。そう、撮れたと思って、あ、じゃあ次回やろうと思って、すぐ切ったから。違うじゃねえか。あのね、そう。あ、植木鉢の下なのねっていうのを覚えてて、あのね、うん。下の意味合いが違ったらしい。下の意味合いが違ったね。そう。あれっていう。撮れたっていうことしか覚えてない。それは通行手形。なんでお兄ちゃんがそれを持ってるの？まあいいや、通してあげる。ここでやっと。私は世界を見守るもの。さあ、この剣を持って行きなさい。お。港はリカバーソードを手に入れた。新しいやつだ。もう一個空いてるし。敵を倒すと HP が回復する。おお、なんかすごい上がってるぞ、攻撃力。でも多分ね、これね、すぐね、装備外さなきゃいけない気がする。いいね。すぐね、装備外さないといけない気がするんだ。あ、おう、不思議な壺手に入れたぞ。伊藤さんは、やってるんですか？メタルギアオンラインの。もう始まってるんだよね。なんか、開始したっていう案内を、見たんだけど。では、マルグリット城ですね。攻略していきましょう。来たみたいよ。あれ ?20 時から。あれほんと今さっき前は、あれちょっと待って。あれ、え、攻撃できないんだが。あれ切れるよね。この武器、切るっていう行動ができないんだが。なんだこれ。あれこれってこういう仕様だっけ。ちょっと意味がわからないんだな。この、切るっていうモーションがね、切り出すっていうやつしかできなかったよ。出ないのね。こいつからね。ね、攻撃できないんだよ。厄介なやつを出してしまう。
海夏は兵士の魂を解放した。地下の拷問室にはゴーストがうようよしている。まずは実体のないものを倒すことのできる黄泉の剣を探すことだな。これで消えてくれたかな。黄泉の剣を手に入れた。これ壊せない、壊せないのか。早、わら。うん、早かったね。よし、ほい、そこい。魂を解放した。上から行こうかね。どうか。その機能活用しなきゃな、わら。早いな、あの敵。を解放した。ね、序盤使ってなかったからね、これね。残りの数ね。歌うたいの魂を解放した。劇場の中から歌うたいの落ち込んだ声が聞こえてきた。困ったな、ハープの弦が切れちゃ演奏もできない。で、来なきゃいけないのかな。それか、新しいハープを。届かない、届かないぞ。どうすんだ、これ。兵士の、これ逆だったらどうなったんかな。あ、逆は無理か。どっちで解放したっけ。あ、逆可能なんだよな。逆の場合どうなったんでしょうね。ああ、ありがとう。ようやく元の姿に戻れたよ。マグリット城の地下は至るところにトゲがある。私の封印されていた魔物の巣の正面の兵士を救い出し、エレメンタルメイルを受け取るといい。トゲを、ダメージ無効にするとか、兵士の魂、兵士ばっかりだね、さすがお城。今ここに宝あった見えてなかったんだけど。残り1個残ってるね。どっか通路があったり。あー、ゲームしたい。メタルギアオンラインしたい。あと、まだまだかかりそうなんですか。どこ、この辺にないの？どこにあるんだ？あ、ここだ。もう少しで終わるぞん。昨日書いたのもあって、書き慣れてるかいとスムーズ。レオの研究所で見つけた斬鉄剣、そしてこの城にあった黄泉の剣。これまで回った地域で倒すことのできなかった魔物が、どこにいたか思い出してみることです。望みならばあなたをお城の入り口へ返して差し上げましょうか。やめとこう。もうちょっと、隠し通路に入ってますよ、的なさ。なかったんかな。表現の方法が。ただね、ちょっと、あれですよね。慣れてると思って書いてると、ミスったりもしますからね。気をつけてくださいね。隠し通路考えてやったら、あ、またあったし。大変じゃねーって言おうとしたら上行ける？ん？なんだこれ？なんだこれ？なんだこれ？あれが、また何か解放されてないとか。めんどくさいね、こういう確執があると。前に叩きたい。次女の魂を解放した。あるし。あ、こんなんばっかりだな、ここ。ところから先にやろうか。え、届いたの？結構離れてたと思ったんだけど。あ、え、ちょっと、負けだ。またトゲが出る。魂を解放した。終了まであと5分になりました。この辺、こいつ。レオ博士を助けてください。博士は左の塔の牢獄に幽閉されていたはずです。ここどこだろうな。兵士の塔、ここから行けるのかな？今さっきのところ。あ、で一応ゼロか。なんだ、壁の中は何があったんだ一体。よくわからんな。じゃあ解放した人たちに話しかけつつ、次はかな。仲間の歌うたいがレオという男を助けようとしてマグリット王に逆らったことがある。彼は城の地下1階にある拷問室へ連れて行かれ、そのまま行方知れずだよ。その恋人が誕生日にくれたものなの。
俺はこれがあるからいつも最高の演奏ができるのさ。というのは口癖のいいやつだったんだけどな。そんなやついたかね？いたかね？記憶にないんだが。ここはマグリット王の城。王様は世界一偉大な方です。って言っておかないと拷問指摘になっちまうもんな。ストレス抱えてんね。ここはマグリット王の城。王様は世界一偉大な方です。言わなきゃダメっていうのはね。ここは兵士たちの宿舎。私はみんなの身の回りのお世話をしているの。二階建てのベッドかな。二階建ての段ベッドか。今は見回りの最中なんだ。話しかけないでくれ。俺は牢獄の番人。兵士とは言っても普段はつまんねえ仕事ばっかしだもんな。今日はほんの息抜きにこの劇場へ来たんだよ。兵士の話を聞いているとき、ウミナツは彼の足元に一枚のカードを見つける。しかしカードは兵士の靴の下にあるので取ることができない。どけ。どけ。どけ。何かイベント起こさないとダメっぽい。仲間の兵士に裏切り者が出たらしい。リョウ博士と共にどこかへずらかろうとしているみたいなんだ。コメント数。はい、お疲れ様でした。そしたら次枠やっていきまーす。はい、モツでーす。わ、コツ？モツサムさんいらっしゃい。急に、昨日は5時間かけて書いたって言ってましたけど、1枚を5時間かけたんです。2枚だね。あ、2枚か。じゃあ一応、あ、半端に終わってたものだから。ああ、そうなんだ。それでも5時間は長い気がするな。残り1枚を4時間ぐらい。なるほど。3時間2時間の分配かと思いきや。そしたら続きやっていきますね。演奏を始めようと思うんですが、ハープの弦が切れてしまったんです。つまりこのハープの弦を取ってるとダメなのかな。じゃあ寝てるやついたよね。ですね、皇室の試験も勉強会もしてましたからね。寝てるってことは、これか。引く。私はこの年になるまで研究という名の魔物に取り憑かれていた。そして娘のリーサにさえ何一つ構ってやる。気づいた時には私は天才発明家としてもてはやされ、国王からの依頼までもがたびたび来るようになっていた。私はさらに発明を続けた。ベルトコンベア。この飛行船も私が設計した。そして悪魔を召喚するシステムを作り上げたとき、ようやくあることに気づいたのだ。道具は人の生活を向上させるために存在しているのだと。道具に振り回されるようになったとき、文明は衰退を始め、人は不幸になるのだと。私がマグリット城へ着けば、魔王デストールの召喚が始まることだろう。こんなに美しい世界が、明日にもその装いを変えるかと思うと、私には耐えられんのだ。頼む。私をこのままどこかへ降ろしてくれ。レオ博士、あなたの言うことは確かに正しいかもしれない。だが、私の仕事はあなたをマグリット城へ連れて行き、逃がさないように見張ること。明日のことより、今の仕事をこなさらね。師範すごいね。あ、おばあちゃんか。なんだろう。なんか、塾というか、そういう、みたいな感じのところに行って教えてもらってるみたいな感じになるかな。寝てるくせに結構重要なキャラだったね、こいつね。おっと、こんなところで寝込んじまったのか。このところ見るのはレオ博士の夢ばかりだ。あの時レオ博士を逃がしてやれば、世界がこんなことにならずに済んだかと思うと。もう俺は何を信じたらいいのか、誰についていったらいいのか、わからなくなってきたんだよ。ああ、なるほど。普通にサムさんが通ってるっていう感じなんかな。そしたら、いいですね、そういう関係っていうのは。マグリット城の地下はトゲが多い。この鎧を持っていないと怪我しちまうぞ。エレメンタルメイルをもらった。ダメージゾーンから、海夏を守る。こんなところに名前使われると。そうしたら、あとここの兵士だけかな。この塔の最上階は牢獄の的となっている。
プラチナカードを持っている者しかここに入れるわけにはいかないのだ。ああ、つまりそのプラチナカードを、それともあれか、やっぱりハープの原因を探してこなきゃいけないのかな。こいつか。と、城の地下1階の拷問な。どっかに落ちてるんかな、そしたら。城、地下1階。つまりあれか、死体探せばいいんか。殺されて死んだって。俺の手に何かがしっかりと握られている。ハープの弦を見つけた。これだ。帰ろう。あれは、このイベント見る前でも取れたんかな。あれ、こいつ話しかけた。俺のおじさんは、ガウデイっていう有名な建築家なんだ。いたね。俺もちっとは建築の心得があるんだぜ。後でいいものを見せてやるからな。本物のガウデイさん。ガウデイさんは、街の塀を作ってた。これか。それはハープの弦じゃないですか。大切に使いますから、それを僕にくれませんか？はい。ありがとう。俺に最高の演奏をしますから、聴いていってください。今日は僕の曲を聴きに来てくれて、本当にありがとうございます。演奏を始める前に一つ話をさせてください。僕はこれまで24年間、生きてきて一度だけ女の子に恋をしたことがあります。それは以前、グラスバレーという鉱山町に旅をした時のこと。旅の途中で傷つき、戦争になっている僕を優しく元気づけてくれた子がいたんです。結局自分の気持ちは伝えることはできませんでしたが、その女の子は確かリーサっていう名前でした。これから演奏するのは、その時僕が彼女を思って作った曲です。あのリーサか。みなさんカードを手に入れた。俺はこうしてステージの前で聴くのが好きなんだ。邪魔しないでくれ。ライブとかでも最前列を取りたがる。それはプラチナカードですね。失礼しました。どうぞお通りください。お通りのおってお通りじゃない。広いな、こいつ。これは厄介だな、おい。めっちゃ綺麗な、あいつ。奇数性。家の中から海夏を呼ぶ声がする。私はマグリット城のすべてがわかるの。あなたがここへ戻ってきたとき、力をお貸ししましょう。あれかな、また天界のものとかっていう。隠し部屋が見えますよ、的な。なおい。どうだい、この城壁は。俺は仕事が早いのが自慢なんだ。城壁？あ、これか。はいはいはい。崖っぽかったの。これか。私はこんな姿をしていますが、あなたと同じ天空の、やっぱりか。私はマグリット城の見えない通路をすべて把握しています。挨拶してなかったな。一緒に城の地下をもう一度回ってみませんか。城の隠し通路がわかるようになるソウルが仲間に加わる。かなりマイナーなソウルやな。はい、ワコツー、バステル、セイ。また、この、ソウルが回ったところが、見えるようになるんかな。でも多分、あれかな、宝箱があったりするんか？カットだったってこと？やっぱなんもないよなぁ。何もないんだと意味がないんだが、何かないのかなぁ。ここ、あるかな。お、神のエンブレム、B。これは良かったね。早く魔法打ち放題にしたいからな。なんかありそうだけど、あった。あ、上に。あ、ここはあれか、行ったところか。どうかなぁ。あ、宝箱か。あれ？この回は特に何もないの？あの反応は出てないね。だけど、一応回復してから。で、また先の左側の塔の続きだね。隠し通路があるエリア。お妃様の魂を解放したら、こんな城下町っぽいところに、お妃様がいる。
どなたか知りませんが、私を元の姿に戻してくださってありがとう。ここへ来てくれたらいいものを差し上げますわ。ほほほ。次女の話を解放した。今のさ、次女のさ、頭がさ、大きめのジェムに見えたんだけど、気のせいかな。なんか黄色くて丸くてね、ゼロ。はい。気のせいだな。気のせいか。そうか。話を解放した。ここはどういう、どうしきれんな。どうしきれんと悪、やっぱり。お、発明家のレオの魂を解放した。とうとう来ましたね。私は発明家のレオ。詳しいことは後で話す。私と行動を共にすると誓ってくれた二人の兵士を救い出してくれ。でしょ。ここにいるんかな。兵士の魂を解放した。ついに飛空船の地下に行くんかな。兵士の魂、城の地下や塔の中には隠された宝箱が数多く眠っています。マグリット城に詳しい兵士のソウルが仲間になれば、それらを見つけることができるでしょう。やっぱジェムっぽくね？ジェムっぽく見えてしまうんだが。音楽っていうのは不思議なものね。同じ曲でもウキウキしてるときは素敵に聞こえるし、落ち込んでるときは悲しい曲に聞こえるんだもの。合い引きをしてましたが、この人に目に入ったゴミを取ってもらっていたんだよ。あはははは。この人の目に入ったゴミを取ってあげていたのよ。ほほほほほ。リア充ですな。さっきの部屋でね、次女と同じグラフィックなんだが、私はマグリット王のお妃。どう、私って綺麗だと思う？終了まであと5分なりました。いい家を選んでみたいんだが大丈夫かな。これあかんかな。さすがにダメなんだ。いい家を選んだら選ばないとね、進まないんだよね。スネータまあスネータ、この塔は最上階で、飛行船のドックへと続いている。ビップカードを持っている者しかここを通すわけにはいかない。タイミング的に、浮崎様持ってそうね。この方が持ってるんじゃないかな。まあ、嬉しい。はい、これは本の挨拶代わり。ほほほー。と、何かを入れた。あ、やっぱりビップカードね。最適にこいつしかいないからな。セーブを。それはビップカードですね。失礼しました。どうぞお通りか。なんかダメージ低いと思ったけど、ずっとあれか、力の腕輪じゃなくて、カード装備してたから。なるほどね。それは辛いわな。終了まであと3きました。次女の魂を解放した。もうなんかいっぱい回復したの。でも2とか。3とかだった気がして、周り他なし。おっといたのね。兵士の魂を解放した。そしたら、中に階段まで隠されてる。まだ出んのか。これこんなにさ、この、タム系が苦手なんだろうか。ほんとシューティング向いてねえな。終了まであと1分になりました。今度東方のシューティングでやろう。やらないよ。兵士の魂を解放した。あった。トップの、とこにシューティングはやらないよって書いてあるからね。おっと、来場者かコメント数11個目ありがとうございました。見に行った。あえばこっち、バストとサム3いらっしゃい。キル動作できるし。あれ？どういうこと？これできんだの？なんでだ？なんでだ？攻撃っていう感じしてこないしな。だいぶ街が戻ってきたね。そろそろ。しねえ。この宝の敵か。あ、来たなーと思って構えてたのに。こんな狭い通路でそれ。あれ？構えてたのに。あの先なんか、ボスっぽい。
もうこういう感じになってんのね、なんか。そしてこっち隣行けなくなったし。クリシャがもう急に話しかけないでくれよ。川に落ちそうになっただろう。それはお前が何かをしてるからじゃないのか。マグリット王が戻らなければ、俺が次期国王かな。へへ。なぜそうなる。すげえ野心家だな。で、飛行船を発進させるための起動キーが何者かに奪われたらしい。これから何が起ころうとしているのか。あと何追加されたっけ？ここはいないよね。ここはまたやってる際、毎日見回りをしているといろんなものを見つけるよ。前にもお城の周りで何か光るものを見かけたんだ。結局拾わなかったけどね。なんか落ちてんのか？落ちてるものならね、光らせてほしいよね。あなた今薬草が欲しいなって思ってたでしょ。いいえ。ああ、また外れちゃったな。ああ、はい。あら、あなた薬草持ってるじゃないの。だね。この店の姉ちゃんはよく気がつくだろ。その人が欲しがっているものをちゃんと分かってて出してくれるんだよ。の割には、また外れたって言ってたけど。完成。おお、お疲れ様。なところか。ではセーブして。今回はどれくらいかかったんです？2時間くらい。あなたはもしや飛び出したね。あ、3時間くらいか。1時間早くなったのかな。さあ早く両博士のところへ。君がうみなつくんだね。君のことはグリーンウッドの小鳥がやってきていろいろと話してくれた。闇がこれまで集めてきた。あ、じゃあ君か。石は魔界への道を開く鍵であり、私の作った悪魔を召喚するシステムの力の源となっているものだ。あ、そうだね。一応、全部、とりあえず、書いてもらったのに、変えました。アイコン使ってるところ、すべて。多分すべて。最後の石は、マグリット王が持ち。我々は彼を元の姿に戻して、ブラックストーンを取り返し、最初ね、モーグリとコントローラーだけあって、だったら他のゲームの、その、なんだろう、マスコットキャラクターみたいなのも一緒に出したら、で、提案したら、書いてくれた。魔界へ魔王デストールを倒しに行かねばならないのだ。博士、ようやく出航できますね。ザク。道具。お妃あれは。お前はマグリット王の妃。お前たちは世界を破滅の危機に追い込んでおきながら、まだ目が覚めないのか。あなたのような裏切り者に用はなくてよ。さあ、やっておしまいなさい。ギャー、ギャー、バレた。名もなき兵士が。お前たちは私から全てのものを奪っていった。お前たちの心は悪魔よりも汚れてしまったのか。手を吐かせ、いつも口だけは達者なのね。でも、そううまくことが運ぶと思ったら大間違いよ。さあ、これを見てごらんなさい。お父さん、必ず会えるとは思っていたけど、まさかこんな形でリーサじゃないですか。手を吐かせ、これでも私たちの言うことに従ってもらえないかしら。卑怯な。私はお前たちの望み通り、デストールの召喚を行ったはずだ。もうリーサは関係ない。あの時はあの時よ。博士にはもう一働きしてもらわなくてはね。私の負けだ。私はもうこれ以上罪のないものを犠牲にするわけにはいかない。だがリーサだけは自由にしてやってくれ。長い間顔を合わせていなくとも、どこかで自分の娘が生きていると思うだけで私は頑張ってこれた。一つだけでこれまでどんなに辛い壁も乗り越えることができたんだ。ほぼほぼ素直だこと。さあ、リーサを一人にしておあげ。レオが小声で囁いた。と言いつつ探索を。もう登れたり。わらわら。登れたりしないかな。いや、探索大事でしょう。さあ、これを持って飛行船へ乗りたまえ。そして、さあ、私は逃げも隠れもしない。どこへでも連れて行くがいい。リーサ、どうしようもない。ジョヤを許してくれ。おきさぎが死んだぞ。みなつくん、出来る時代を間違えたのだと思う。発明家は様々な機械を作り出し、人々を幸せにする。
だが、時代に合わない天才の出現は、逆に文明を衰退させてしまうのだ。人は何もそんなに焦って幸せになることはない。みんな、ゆっくりと幸せになればいいのだよ。それからリーサ、何も関係のないお前にまで、随分と迷惑をかけたな。だが、これで私は死ぬわけじゃない。しばらくの間、眠りにつくと思ってほしいのだ。私のような発明家が必要になったとき、再びこの世に生まれてくることだろう。お前も慌てず幸せになりなさい。そう、最後にいい言葉を残していってしまう。リーサはただ泣きじゃくるばかりだ。良い話だったなぁ。ですね、さすがメインのキャラクターですな。行かなきゃいけないのかな。これか。起動キー。飛行船に動力をつなぐ鍵、操縦桿の下の鍵穴に差し込む。はい、和光伊藤さんいらっしゃーい。メタルギアオンライン中ですかね。お、海夏は起動キーを差し込んだ。動き出したぞ。つまり、こっからボス戦か。どこに向かおうというのだね。台所に向かおう。やったら、メンテになりやがった。あー、そうなんだ。なんかいたね。出た、なんかそんな感じじゃない吐きそう。酔うってこと？あ、風でね、下に追いやられる、画面の。熱い思い。あー、やばい、やばい。発動するのが先か、敵を倒すのが先か。あ、当たってしまった。当たってしまったよ。めっちゃフラグだったな。敵を取られて攻撃を食らったか。こっちが来たやり方が分かればね、どうってことないさ。バルスさせてやりまして。パチパチパチ。はい、パチパチありがとう。マグロの魂を解放した。私には暗闇の中で全ての光景が見えていた。キサキが死ぬのを目の前にして何もできぬとは。で？ああ。海夏は飛行船を操縦し、土管していった。この飛行船に乗る意味が、なかった気がしたんだ。お帰りなさい。さっきはお父さんの最後を見取ってくれてありがとう。お父さんはもう二度と会えないと思っていたけど、あなたのおかげでこうして会うことができたんだものね。私ね、グラスバレーの街であなたに助けられてからというもの。目をつぶるといつも魔物と戦っている海夏さんの姿が浮かんでたの。ねえ、一つだけ私の質問に答えてほしいんだけど。あなたって私たちと同じ普通の人間なのかしら。本当のことを教えて。ではないね。そう。こうしてあなたが目の前にいるのになんだかすごく遠くにいるような気がするの。遠くで私たちも見守っている存在っていうのかな。うまく言えないけど、なんだかそんな感じがするのよ。それでも私、あなたのことが。海夏さんはこの後魔王デストールとの戦いに行ってしまうんでしょ。あなたを見送りたいけど、見送ると涙が出てきそう。私が後ろを向いているうちに行って。切ないね。行け。行ければよかったね。さあ、これで、本当で王様の話を聞いて、マグリット王が戻ってこられました。先ほどの私の独り言はどうかご内密に。野心家だの。私はひどい国王であった。家来に背く者は皆殺していった。一度頂点に立った者は、あとは転落の道しかない。それがいつになるかだけのことだ。私にはもうわかっている。私は単なる臆病者であったのだ。私がそもそも悪魔とこんな取引をしたのは、妻に気に入られるためだった。だが妻も欲望の虜となり、ついにはその命を落とすことに。私は一体リオに何と言って詫びたらいいのだろう。ここにブラックストーンがある。これで6つの石が全て揃ったはずだ。魔界で行き、魔王デストールを倒してくれ。それがせめてものリオの償いだ。感情こもってきた。なんかね、微妙な当てれこしてみようかなっていう。人間というのは愚かなものだな。最悪の状況になってから、ことの重大さに気づくと。なんだろうね、諸悪の根源は妻だったみたいな。妻がめっちゃ悪くて、王様は何とかしようと、試みた結果が、ってこと。さて、なんか、隠してたっすよね。
この端っこ歩いてたら取れるかな。端っこじゃなかったら、なかなか探しづらいけど。メンテは、メタルギアの方のメンテはあれですかね、プレステ3がログインできないとか、なんとかあって。ダサイオサム。ダサイオサム、なんだっけ、なんかあったっけ。知らない。それは知らない。私あまりね、文学に詳しくはないのでね。きっとね、有名どころって言われてもね、わかんないわ。そしたら、セーブして、で、最後の、行く前に、の、最後。まずプレス。なんだろう、オフラインだったらいいかもしれない。オンラインとなると、やっぱりロードとかに時間かかっちゃうからね。特に FPS 系のゲームだと、結構致命的だったりするんかな。かといって、プレステ4とソフト、買い直せよっていうのもね、プレステ3やってる人にとっては出費になるからね。まあ、あとはあれかな、その、ハードごと、プレステ3だったらプレステ3だけとか、プレステ4だけとか。グランドセフトオートがそうなんだ。あれみたいな形にしたら、マルチプラットフォームは、なんだ、人数が偏らなくていいのかもしれないけど。あれは逆に4の方がクスだったね、わら。あれそうだったっけ？そうなの。なんか、でもみんな、あれだね。人のこと言えないけど、プレステ4版の GTA は、やってなかったね。たりするし、フプス視点つまらんし。ああ、そうだ、出たのは見たけど。なんか、普通の FPS のやつだったら、できるけど、GTA の FPS 視点はきついって言ってたような気がする。違ったっけ？もうゲームにインしてる頃かな。おまけに面白い服もいないし。それ重要だったな。さあ、何が解放もしれない。あと、これ、あれか、5前のエリアで。まだいたから。とセッ外してたなんだ。プレステ4版の、ぐるぐる酔いそう。グランドセフトオートの、FPS 視点に関してですね。終了まであと5分になりました。ぐるぐる酔いそうっていうのは、このキャラクターの回ってるぐるぐるかな。それとも、オンライン、メタルギアの方で、の視点移動の話。うん、それはもう仕方ないね。ゲーム開始当初から回ってるからね。中止した？フレームピラーを手に入れた。これまだ一周目だよ。その前に火柱が立ち上る。もう20も使うぞ、これ。え？ああ、知らない。知らない。そんなの数えてないよ、いちいち。さすがに数えてらんないでしょう。待って。なんか取り忘れあったかなぁ。あ、そういえばあれか。雪山のところで、行けないところにカタツムリがいるから、そのカタツムリ、隠し通路っぽいから、その隠し通路を探しに行こうかね。で、こいつね。今まであと3分になりました。ちょっとどこ行った？前か。が多い。持って遊ばれてますよ。ここにいるの。ここで、人見知りすることらには、後ろからそっと近づくことだね。なんだと？そういうことか。そういうことか。後ろからね。はいはい。あ、できた。後ろから近づいてこないでよ。まあいいや。この前見つけた珍しいものをあげるね。お、灼熱の鏡。これで三種の神器二つだ。あと A B C D E F G まであるんだっけ？雪山に行こうかな。終了まであと1分になりました。この下だよね、確かに。あ、あれから行くんだ。上か下か。あ、ここだ。あ、そうだ。隠れてくれてたらよかったんだけどね、さっき。
よくここへ来られたね。はい、これをあげるよ。来場者数6人、コメント数34コメありがとうございました。はい、そしたら次枠行きまーす。お疲れ様でした。和骨。はい、和骨バスいらっしゃい。この枠最後まで見られないな。あ、固定かな。でねー。あとね、ここもやったんだけど、なんだっけ。何かを忘れてる気がする。でもあのキノコ起きないんだよな。他の奴らは起きるんだけど。あ、ないから。次行こうか。ステージ。まだ集めてきた石が一斉に輝き出し、オーロラの中へと吸い込まれていった。赤い家の道が開けました。しかし、魔王デストールを倒すには必要となります。火の鳥の魂がお前の体に宿ったとき、魔界の奥深くにデストールの神殿が浮かび上がることでしょう。鳥の召喚に必要な三種の神器を探すの。これは、なんだ、ここのステージなのか。僕が、なんとなく覚えてるな、この、俺は覚えわら。そう、なんかね、このぐにゃぐにゃ空間もね、なんとなく覚えてるわ。あー、なんかね、こういうね、なんだろう、地面に足がついてない感じの。ステージ。私の神器の最後、この、とこにあるのかな。ちなみに、このぐにゃぐにゃ空間って放送でちゃんと見えてる。なんか、描画的にかなり重い気がするけど。大丈夫っぽいか。見えてる。ドンキーの時ね、ジャムってたからね、あの、吹雪のところね。かなり、やばかったね。次。ダンジョンから始まったけど、もう、ピーマいいんかな。魔法でしか倒せない今更だけど、フプスはすごくやりづらかったね。ああ、やっぱり。なんかそんなこと言ったなぁと思って。あれはパソコン版だとやりやすいと思う。ああ、そうなんだ。解放して。ゼロだよね。ああ、そういうことね。一回戻れってことか。一回、神殿でいいのか。もうラストスパートみたいな感じ。ですね。ここが一応最後のステージなんですが、ただ、和光、伊藤さんいらっしゃい。最後のね、ステージ行くため、敵倒すのにね、この三種の神器を集めて、火の鳥っていう、ここに来るんかな、魔法として。ここを手に入れないと、そう戦えないよって言われたから、はそれをね、あ、来た。で、三種の神器が、揃ったの。天空より重々しい声が響き渡った。そしたら、その、火の鳥を解放してくれるっていう話。ついにやったな、海夏よ。では早速、火の鳥召喚の儀式を取り行う。終わりか。海夏は、ゴッドバードの魔法を手に入れた。どこからか美しい声が聞こえてきた。私は火の鳥。山の精霊たちの心の奥に宿るもの。この美しい世界を蘇らすために。生きとし生ける者の幸せを守るために、私の力をお貸ししましょう。私の召喚とともに、デストールがついに動き始めたようです。宿り木の種。懐かしいな。ポケモンかな？これ逆にさ、火の鳥解放しなかったらさ、召喚しなかったらデストール動き出さなかったってことにはならないかな。海夏よ、火の鳥とともに、魔界へ。ソウルブレード、ソウルアーマーを装備していれば、ゴッドバードはいつでもお前に力を貸してくれる。魔王デストールとの最後の決戦じゃ、必ず生きて戻ってくるのじゃ。つまり最後の武器を、持ってないとダメなんだな。一人の魂が海夏の体にある、にしか消費しない。ソウルブレードとソウルアーマーを、今度、揃えなきゃいけないのかな。報奨費があるとなると、じゃあまた楽しんでくださいね。いけないな。そしたら、武器と防具を求めて。ちなみにサムさんは、今、どっちやってるのかな？メタルギアオンラインかな？
今日メンテ日だからね、メンテじゃリセット日か。FF という可能性もあるわ。おっと。打てないわ。だってさっき書き終わったからね。フットバードがね、打てないらしい。ソウルブレードなんかな、打せてもらえなかったよ。打ってしまった。ネジでかいなぁ。ネジでかいなぁ。お懐かしいね。思うよ。あ、そうなんだ。誰だろう。あまり知られてないから、わからないんだ。気のせいかな。こいつら壊せたような気がしたけど。今のタイミングでダメか。だってやつ知らん。誰だろう。ちょっとわからんね。知らない人の可能性が。一回はツイッターことあると思うよ、ダブルタブね。あ、そうなんだ。そもそも、あれだからな。その、誰かがリツイートしてないと、見ないからな。幻惑の空間を通ることができる。みんなみたいにティアマットの人を、登録してるとかしてないからね。あまり、さて、ソウルアーマーは手に入れたの。本領みたいな。作ってやめたら葬儀にしたクズだよ。そうなんだ。いいじゃん、別に。こんばんは、ごなじゃん。あー、死んでしまったよ。はい、こんばんは、ごなじゃん。バスさんいらっしゃい。ゆっくり進めてるはずなんだ。ここはどこにある？ショートカットがショートカットじゃないから、移動大変だな。休憩中ですかね。この時間にでも帰れればいいんだけど。バスさん、この時間で、ガラガラなので、帰ってきた。ああ、そういえばなんか、風があって言ってましたね。私もね、今若干ちょっと、喉の方が、ガラガラ。してる気がしますが。踏めなかった。なんでよ、無駄にダメージ食らったよ。あの端っこなんかかなぁ。今気づいたんだけどさ、これさ、あ、武器だけなんだけどさ、これもしかして、このレベルに達してなかったら装備できなかったりするんかな。今ちょうど24になってるけど。やっぱ攻撃できるじゃないか。できるのがある。可能性ある。ね、こいつすげえくれるんだけど、4000くれるぞ。めっちゃ経験値稼げるんだが。待って、ちょっと待って、勝手に魔法打ってるぞ、これ。さ、さえ少ない。あれもうボスか、これ。ただでさえ少ないジェムが。あれもボスついた。ここあれだよね。デストールが。なんだろ、ゴッドバード、ジェム2しか使わないけどな。はい、いってらっしゃい。ボス、これ、いけんのか？ボスステージでしょうか。輪廻を繰り返し、永遠に死ぬことのできない哀れな人間どもよ。この私が、お前に深い眠りを与えてやろう。始まった。始まった。こういうの苦手なので、やめてくれませんか。攻撃、攻撃ができねえ。つけたらいい？半分以上 HP 減ってる。永遠に生きるとは、永遠の苦しみを背負う。生きていることこそ、生き物の最大の不幸なのだ。お前にその意味を分からせてやろう。お、ジェム回復できる。なかなか避けづらいね。これ、ジェム貯めて、ホットパード打てよっていう発火ね。これ、ジェム貯めてこないとね。ジェム貯めるか、この神のエンブレムを探しに行かなきゃいけないんだから。さっき光ってるものって言ったけど、これなのかな。さすがにそのまま行ってもなぁ。どうしよう。ジェムは、どこで。さすがにあのボス戦中に、ビビたるものだなぁ。どうしようかなぁ。ジェムどっかで出てたっけ？ってどこだ？ここまであと5分になりました。うん、とりあえずね、今日はね、ここで終わろうかなって思ってるんだよね、でも。じゃああれか、エンブレム探しつつ。次はどこにあるんかなー。
なんか話聞けないかな、国王から。の力は絶大なもの。お前なら必ずデストールに勝てるはずじゃ。だっけ、その前に。取ったから、次のエリアかな。他の地。エンブレムの情報。中央までありました。なんか話してないやつとかいたかな。右上だったよね。わあ、2階。終了まであと1分ありました。はい、じゃあ終わりましょう。オツです。はい、オツです。誰か持ってないかな。そろそろ終盤だね。そうだね、もう終わりなんだけど、届かないところにいる魔物は魔法を使って倒すことだね。ありがとうございました。ラスボスがまさにそうだったね。はい、お疲れ様です。また次回よろしくです。